農家の作ってる接合が2割がシェアが 90%、世界に90、陰と陽って感じだけど、まあ世界に一つ、世界最強の EP アダプターです。これレコードが2層です。おおすごい。こんにちは、山田平安堂の山田です。今日はですね、いつもの店内ではなくてですね、レコード見ていただけるとわかるんですけれど、レコード屋さんでもないんですね。こちら株式会社長岡さんといいまして、日本でも数少ないレコードの針を作られてる会社さんに遊びに来ました。まあ遊びに来たわけじゃなくて、もちろん漆器の話をしに来たんですけれど、そんな動画をお届けしたいと思います。せっかくなので長岡さんをご紹介したいと思います。長岡さん、どうぞ。こんにちは。すみません、お時間いただいて。よろしくお願いいたします。まあね、すごい今レコードを聴くっていう方はどっちかっていうともう普通に CD とかそれもまあ Apple Music とかそういうのを聴く中でレコードを聴かれる方がいて、そういう人にとってはきっと長岡さんって有名なんですよね。はい、昭和の世代の方たちには有名な会社だと思うんですが、最近の若い人たちの知名度がまだちょっと少ないのが課題です。でもレコード聴こうと思ったら必ず長岡さんにたどり着くわけですよね。レコード針のシェアが、おかげさまでかなり高いので、世界的に日本で高いだけじゃなくて世界的に世界で、長岡の作ってる接合がっていう針が、シェアが 90%、 世界に 90%、はい、レコード針っていうのは需要ってめっちゃ減ったわけですよね。そうですね、もうかなり波があって、昭和の時代はもう本当に1ヶ月120万本とか作ってた時代があるんですけれど、2000年代月産5万本とか7万本とか10万本以下に落ち込んだ時期もあって、レコード針なくなるんじゃないかなってみんなが思ってたと思うんですけど、また数年前から世界的なブームが来ていまして、今は月産30万本くらい結構作るんですね。で、今回お話をいただいて、なんかこうテーマはあったんですか？コロナの前にやっぱりブームが来たので、長岡さんも展示会とか出展しませんかっていうようなお話があって、ドイツにミュンヘンのハイエンドオーディオショーという世界中のオーディオマニアの方たち、オーディオマニアじゃない、オーディオファンの方たちが集まるショーがあって、それに出展するにあたって何かこう日本の技術でコラボで素敵なものを持っていけたらなと思って、やっぱりオーディオって、レコードの針もどちらかというと消耗品なので、そこまでこう見た目にはこだわってなくって、ただラグジュアリーな形、世界に行くとそういうものを求めてる方たちが多くって、山田平安堂さんに伺った時に、ショパールの素敵な時計が飾られていて、それを見てこういう風な漆の技術で素敵に時計メーカーとコラボされてるなっていうのを知って、ぜひうちともコラボで何かしていただけませんかと言ったのがきっかけだったと思います。で、うちもこのオーディオっていうね、普段は全然アプローチできない人たちに漆の良さを伝えてくださるっていうことだったんで、もううちもぜひそれ取り組みたいと。そうですね、新しいオーディオのカートリッジ、本当に工業製品のようだったものに新しいご提案というか、こういうこともできるんだよっていうのをちょっと挑戦してみたいなと思って。いや、こちらこそありがとうございます。ちょっとね、ものを見ていただきましょう。ではそもそもさ、長岡さん知ってるような方は僕の説明聞いたって全然あれだけども、知らない人っていっぱいいると思うんだよね。レコードまずこう見たことあるかな。ドーナツ盤と呼ばれてる。ドーナツ盤はこれ回らないんだよね。こういうパーツ、このパーツをセットして、これで音楽が聴けるようになるんだけど、今回長岡さんに頼まれたのは EP アダプター、世界最強の EP アダプターを作ってくれと言って作ったのがこちら。これはね、長岡さんがね、ショパールの文字盤に感動してくれたんで、ショパールの文字盤を書いてる蒔絵師に書かした。基本的には春秋柄で、それを金で描いたものと、墨粉で描いてるんだけど、闇蒔絵、陰と陽って感じだけど、基本的には同じデザインを表現を描いて作った。世界に一つ、おそらくこの EP アダプターに何十万もお金をかける人は長岡さんしかいないと思う。世界最強の EP アダプターです。でもすごい嬉しいのは、要するに自社のもので世界を驚かしたいのに蒔絵、漆器、弊社を選んでくれたっていうのがめちゃくちゃ嬉しくて、これをもっとこう世界で海外の人を驚かしてくるわっつってこう実際展示会に持ってってくれて、なんかすごい光栄な仕事で、それが何よりも嬉しい。ありがとうございます。であともう一つ、これね、これはJT80、うん、長岡が1940年創業なんですけど、2020年に創業80周年を迎えた時にそれを記念して新しく開発したカートリッジなんですけれど、そのカートリッジグッドデザイン賞を取ったりして、うん、デザインにもこだわってたんですけれど、うん、それに山田平安堂さんの蒔絵をつけていただいて。これもトンボと、あとこっちに桜、一年中使っていただけるように通年を感じさせるデザインにしてあります。これも春秋春秋、いずれね長岡さんのことだから1月の絵柄2月の絵柄って12個発注くると思うけど、現状は1年間楽しめる春秋柄です。これも蒔絵、ただこれはパーツの素材の上に絵だけ描いてある。でこっちは金属の上に漆を塗って蒔絵だから、これは漆器だね。これは蒔絵。いやでもさ、ほんと嬉しいわけよ。この嬉しさってね、あんまり伝わらないと思うんだけど、自社の看板みたいなものじゃない。この会社の長岡さんの看板をうちが作りますみたいな話だから、すごい光栄でね。こういう仕事は、そう、だからこういうのを見て、すごいさ、こう自社のプロダクトに誇りを持ってて、で、それをさらにこう、漆の力、蒔絵の力で昇華したいと。いう方がいたらね、ぜひ相談してほしいなと思ってるんですよ。何でもできるわけじゃないんでお断りする仕事もあると思うんですけれど、もしかしたらうちの力でそういうことができるかもしれないので、よかったら検討してみてください。懐かしい。ロザーナ、ロザーナ。そう、懐かしいな。今でも一応これはね、iTunesに入れてるんですよ。これも全然音違いますね。なんかね、聞いたら、言っていいのかな、CD よりレコードの方が保管状態が良ければ長期保管が効くとかね。やっぱりなかなかこう我々ね、もうデジタルのものなんて無限に持つみたいなイメージ持ってるけど、違うそうですし、やっぱり面白い世界だなと思うんで、せっかくなんで僕が中学校かな、40年ぐらい前流行ってた「トト」1曲聴いて帰ろうと思います。お願いします。いやこれ30年前は普通にやってたけど、30年ぶりにやると結構緊張するね。では行きましょう。トトのロザーナです。懐かしい。特等席ここだよ。もう二度と聞く機会ないと思うよ俺。こんな素晴らしいスピーカーで機械もいいわけじゃない？いいですね。うん。多分違いにそんな気づけないとは思うんだけど、やっぱこのスピーカーの迫力感がやっぱ素人でもわかる違いだから、それはそうです。なんで逃げてるんですか？いやいや、もう急に入ったらおかしい。おかしくない。全然おかしくない。取締役で。いやいや、実際仕事はね、西さんと一緒にやらせていただいて。日本はね、変化に。日本なら変化に強い針ってピンとこない。他の針がいいの。国によって発音、言語の発音が違うんでチューニングが違うんですよね。ああでもマネースもそう言いますよね。そうですそうです。そう日本のメーカーは日本の格安を作ってると聞いた。これレコードがそうです。ああすごい。これを。コードの針が交わって電気信号を発電してそれも手を使う。せっかくなんでそのドイツの話も聞かせてください。そうですね。反応とかどうでした？もうすごくよくて、いろんな方がもう必ずそこを見て、本当に美しいものって人種を問わず皆さんお好きなんだなって、これは何だろうってちのブースの目玉で。薪ってね、やっぱり海外の人に伝えやすいからいいですよね。そうです。立体感もあるし。でね、今日何十年ぶりだろう。20年、30年ぶりにレコード聴いて、いつもイヤホンで聴く普通の音楽とは違って、やっぱりこう振動を感じるっていうのかな。いい体験させてもらったんで、まあ、今ねレコードを聴こうと思うとねすぐ聴ける人は少ないと思うんですけれど、面白い世界だと思ったんで、こうレコード業界の方もね盛り上がっていったらいいなと思います。その際には長岡さんのレコード針と、世界最強の EP アダプターをお買い求めください。今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。レコードはその国によったり、カットする技術者によって音が、音色が微妙に変わってくる。それを突き詰めるとなんかもうこういうことになる。これはもう世界で一番多分一番売れたアルバム、ピンク・フロイドの曲っていうやつの UK 版の初版。